はい、皆さんこんにちは、デフです。今回はということでサムネを出しましょう。どうなる大型アップデートということで、ガチャの変更、ガチャの廃止ということになってますね。ということで、今日の12時、まあお昼ぐらいですけど、アプリ版大型アップデートに伴うガチャ回収のお知らせという案内が来ております。まず、放置少女運営チームですということで、大型アップデートに伴い新規ガチャを実装する予定ですと。新しいガチャがね、何か始まるみたいです。で、本ガチャでは今までと違い、絆ではなく副賞本体が直接手に入るようになりますよというガチャが新しく出るみたいです。お楽しみにと。で、これに伴い一部ガチャの交換可能商品の入れ替え、もしくは開催を終了いたしますと。まあ、ガチャの廃止だったりね、手に入る交換可能アイテムの入れ替え、まあ、違うアイテムになったりっていうところになります。で、交換可能商品の入れ替えを行うガチャですね、およびスケジュールとなってますが、猫の遊ぶ班ですね。まあ、これが商品交換が7月2日ですね、から来る猫と猫の遊ぶ班に関しては交換可能商品が入れ替わりますよと。で、それまでに2回は来るみたいなんですが、それは通常開催行われるみたいです。で、万事、万能屋ですね、まあ、こちらがまあ、あと2回は普通に来て、で、7月23日からのやつが交換可能商品の入れ替えとなっております。これスケジュール注意というところです。で、上記ガチャからは副賞の絆を入手できなくなる代わりに副賞育成アイテムなどが入手可能ですと。なので、まあ、今度から副賞が手に入らなくてですね、育成アイテムなどがって範囲広いんですけど、育成アイテムなどが手に入りますっていうところで、まあ、防具を強化できるものとかですね、まあ、副賞だけではなくっていうところになってくるのかなとは思いますが、まあ、副賞自体は入手できなくなるよと。まあ、これどっちがいいんでしょうねっていうところですね。まあ、これはもう7月になってみないとなんともっていうところですね。そして開催終了となるガチャ及びスケジュールですね。まあ、廃止されるのがバンカサプライズガチャ、これ廃止ですと。で、あと2回は通常開催で、6月25日から7月1日のやつで開催終了廃止となります。で、福神の釣り場ですね。まあ、これもあんまり人気なかったやつかな。まあ、これもあと2回の通常開催で、3回目で終了というところです。で、財神の雑貨屋も終わるみたいですね。あの猫のサイコロ使うやつね。で、4月末から来る財神の雑貨屋は通常開催。で、5月末から来るのが、こちらは猫のサイコロは販売いたしませんが、財神の雑貨屋自体は遊べますよというところです。で、6月28日から始まるやつが今期で開催終了ということになってますね。で、ね、サイコロも販売いたしませんということで使い切っちゃってくださいという感じになってます。で、砂浜の宝探し、これシャベル買うやつですね、まあ、これも廃止ですと。まあ、無料でね、遊べた分だけ、まあ、無課金さんとか美課金さんは良かったイベントですが、まあ、それも終わってしまいますよと。財神の雑貨屋もそうだったかな。無料で1回遊べるやつ。まあ、これがですね、廃止になりますと。で、これも財神の雑貨屋と同じく、2回目で、シャベルの販売がなくなりますと。で、3回目で、まあ、3回目までにですね、持ってるやつは使い切ってくださいねというスケジュールです。で、上記ガチャで使用する専用コインは、開催終了に伴い使用できなくなるため使い切っちゃってくださいということですね。で、これ微妙に最後書かれてますけど、また待望の総選挙イベントは6月開催予定となっておりますということで、総選挙が6月に来ますので、本来ね、3月に来てたものを、まあ、時期をずらして今回は6月にやりますよとなっていますので、まあ、ここね、これがまあ結構重要かなとも思いますけど、これしれっと書かれているので、総選挙イベントも6月に来ます。で、今年は総選挙のシステム改修を行っておりますので、実施まで今しばらくお待ちくださいということで、過去2年の総選挙とはまた違った総選挙になるのかなっていう感じがいたしますね。まあ、これもなんか大型アップデートのついでみたいな形で来るのかなと思います。で、今話題になっているのが、これかな。新規ガチャを実装する予定ですと。で、本ガチャでは今までと違い絆ではなく副賞が直接手に入るようになりますってことで、あれ、これ絆システム廃止かっていう話が今結構ね、ディスコードとかですね、ゲーム内のチャットでも盛り上がっているかなと思いますが、まあ、個人的な
意見ですけど、おそらく絆システムはそのままでですね、新しいガチャに、まあ、またこうやってね、バンカーサプライズガチャとか福神の釣り場がまあ終了するに伴って、またこのようなガチャが来ると思うんですよ、新しく。そこではですね、副賞本体が入手できるようなものになるんではないかと個人的に思っています。で、今までのガチャですね、新しい副賞が出たりとか、再販で、まあ、出たりとか、今だったらフレイヤとかかな、ああいうガチャはそのまま絆システムで残るんじゃないかなと、個人的な意見ですけどね、思ってますので、まあ、そこまで焦らなくてもいいのかなって感じはしますね。まあ、これが本当に絆システム廃止で、副賞本体が手に入るようなガチャが来てですね、まあ、他のゲームでいうところの確率で本体が当たるよみたいなね、感じであるのであれば、またもうなんか印象というかイメージがガラッと変わって別のゲームになったような感じがしますので、さすがにそこまでね、運営さん手つけてこないんではないかなと思いますので、まあもう本当にこういうイベント形式のガチャですよね、バンカーサプライズガチャとか福神の釣り場とかね、万能バンジ、万能屋とか、財神の雑貨屋とかね、まあ、こういったところで手に入るガチャ、まあ、一応これもねガチャの種類だと思うんですよね、運営さんが言うには。一応ガチャ及びスケジュールって書いてあるんで、こういったイベントが直接副賞が手に入るようになるだけであってっていうイメージです、僕の意見を言うと。なので、まあ僕の受け取り方なんで、もしかしたらね、続報で本当に絆システム廃止って可能性はありますけど、個人的にはそこまで焦らなくても、今の段階ではね、焦らなくてもいいのかなって感じはします。まだ4月ですので、まだまだこうやってね、運営さんの報告があると思いますので、まあ、いい方にですね、考えて、やっていけたらなというところですね。今から悪いこと考えてたらね、本当に6月のアップデートになった時に、まあ、本当にね、そう悪い方向に転がっていくかもしれないですし、まあ、今は、ですね、まあ、いい方向に考えておきましょう。まあ、多分大丈夫だと思いますけどね、絆システムがね急になくなるってことはないと思いますし、今まで確定でねずっとちょこちょこ貯めてた人もいらっしゃると思いますからね、まあ、そういったのを一気に無駄にすることはないような気がしますので、まあ、一応こういうねガチャ関連終わったりとか回収だったり、されますよというところだけはね、スケジュールもありますので、まあ、この辺注意してほしいかなと思います。あとは総選挙がね6月になりますよって感じです。はい、ということで、今回はですね、運営さんのお知らせがありましたので、こちらの動画撮らせていただきました。チャンネルの登録、 X のフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつでーす。